乾杯お願いしますか。これでいいかなもう。それぞれみんな取り方があって面白いです。バイコメント読んでると結構ボツになるのがいっぱいあるって書かれるじゃないですか。キャンプ行くでしょで今日みたいな感じで全然撮影せんんですよほんでこれはやばいな思ってで途中から撮影し始めて結果家帰って見たらあかん使えへんみたいなこれどない考えても編集無理みたいなそんなの結構あるんですよ。へえ僕なんか 100% 使うもんなえ、撮ったやつ全部使うんですか？いや、撮ったやつはもう全然だよ。だって3時間ぐらい撮って20分にまとめるから。そうですよね。ボツはいっぱいあるけど撮りに行った時のは 100% 上げてる。あ、そういうことですね。うん。これどうぞクリスマスプレゼント。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかキャンプでちょっとつまめるような。ああ、ありがとうございます。あ、じゃあ僕もついでに出そうかな。ちょっと待ってね。あ、俺もついでに出そう。僕お土産じゃなくて申し訳ないんですけど先週伊豆に行ったので伊豆のお酒を皆さんで飲みましょうということで。ありがとうございます。それとお茶漬け小袋だと思ったらなんか大きい袋にまとまってるみたいなんでまたあ、かわいい。それが本当にやりたかったいろいろ探したんですけどありがとうございます。それですよ。あ、でもあげてください。ちゃんと入ってますから。これ嫁のアイデアです。さすが。奥底の方に。おお。僕も同じやつ持ってるんです。物は初めてですよ。地元の食べ物とかお土産的なものなんですけどね。そうですね。そんなだったらなんか好き嫌いあるかなと思って。乾かしてる。どうかな。切って当分は経ってるけど乾いてるどうか。松ぼっくりが燃える色って綺麗だよね。あ、なんか炭みたいで。うん。この小倉板の炭の方は結構持つはずなんですよ。高。きますねこれ。うん。やっぱ輻射熱はすごいね。庄司さん椅子持ってくるとあったかいですよ。びっくりするぐらいあったかいですよ。こんだけの火であったかいですね。庄司さん帽子可愛いですね。ありがとうございます。去年は年末、年越してからのキャンプしかしてなくて、やっぱり寂しかったね。もう毎年恒例にしてたから。ああ。誰かとやってるんですか？毎年。いやもう自分らだけで、でインスタつながりの人らがいてるから、その人らと一緒にやったりとか、やっぱ毎年恒例なものはやんないと寂しいですね。初めて焚き火でみたらし団子なんてやるんだけど、うまくできるんだろうか。ちょっとどうぞ。あ、いただきます。美味しい。あ、十分だな。ヒッピーさんこう。思いっきりなんかキャンプのブッシュクラフト見てると海のイメージないですけど、サーフィンやったりとかダイビングやったりするじゃないですか。はい、この庄司さん登山部だったんですよね。登山ですね。はい、すごいね、山と海と。俺中間だもんな。中間町ですか？町中だったと。徹底的に町中だった気がする。いいじゃないですか。もし僕の味でよかったら。はい。あ、すみません、ありがとうございます。僕は食べれたんですけど。いきます。自分で言っちゃいかんか。俺自分で持ってきて自分でやっていいですか。何と言われても適当な鍋。中途半端に残ってる燃料を消費するにはもってこいの。あ、そうなんだ。ね。もう5時から帰ってずーっと選曲、BGM も。あ、初めに選択するんですか。大体の候補をバーっと一通り上げていって。曲ありきなんですか。曲からイメージですかっていうわけではなく、キャンプをまず頭にイメージ、あ、こんな感じなんやろな、でそれに合うような曲をこう探し出して何個かこうストックしていく。で、まあ、それまでダウンロード してる分ね、今まで過去に。で、ああ大体これとこれとこれやなみたいな感じで、で来る道中に大概その曲をイメージしながら、あ、こんなキャンプできたらええなって思うんやけど、結局は全然取れずに。だから曲も全然選定してた曲と違う曲をボーンと吹っ込んでみたりとか、結果。でもそれが面白いですね。なんかそう、現場で変わってくるんですよ、絶対に。うん、変わる。曲優先みたいですごいな。それ演出してるわけですよね、キャンプを行った時自体。あ、その時は全然頭にないんですよ。ああ、うん、全然。じゃあ僕も近いかもしれないですね。音楽は選ばないけど、普段からなんか何かしらキャンプの、こういうキャンプしたいなとか考えてて、でも行く時はもう忘れてて、そう、でやってるみたいな。で帰ってパソコン取り込んでみたら、これめっちゃ使えるやんみたいな、なんかこんなん撮ってたんやみたいな、この曲にすごい合うやんみたいな、なんか結構偶然が多くて、編集してる時に、あ、ようこんなんあったなみたいな、偶然的になんか撮れてしまう映像とか結構なんか面白いですね。こうやって木流実験ご飯ですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。木流の焦げ煮ご飯です。いただきます。両側から同じ、その仕切りがあるだけってことだよね。そうですよ。でこれとかもなんかこのペタってなんでここにああまだ入るんだ。レンズとか短ければね。はい、カバー。ああそれ便利かもな。レンズカバーしてると全部あんまり俺カバーとかもしないです。へえ。なんだっけ健康フィルター ND フィルターを使うんで、これがカバー代わりですねこれ。ああ結局ね、はい、だからこれもカバーもそのスノーピーク用とプリムス用と、はい、若干あ違うんですか。違うんで形がマジですか知らんかったいや昨日その騒音の前に寒さで目が覚めてあそうなんですか。膀胱もパンパンで、あっかどうしよう寒いし、あトイレ行きたいけど今チャックウィーンだけたらうるさいしな